保護鳥獣舎に入ってきました。でまず見えているのはウミネコと言います。カモメの仲間ですが、にゃーって猫のような声で鳴くので、海にいる猫で、くちばしが黒と赤のワンポイントというかツーポイントがあるのが特徴です。これはカモの仲間ですが、くちばしが黄色い、くちばしの先が黄色いのが、春先のお引っ越しで有名なカルガモです。で手前にいるちょっとちっちゃなカモが、日本にいるカモの中では一番ちっちゃいコガモと言います。でどちらも怪我をして保護されてきました。でもうちょっと自由には飛べないので、ここでずっとリハビリをしながら暮らすことになると思います。